養父子孫じゃやっていく。今回は私だけの契約だな。貯めている分を消化しなければ。山の中のコンテナ、アラスカントランジェット運送会社のビートだ。あ、これはこれはご丁寧にどうも。工具の入ったコンテナが川に落ちてしまった。お前んところの貨物かい。コンテナを見つけて基地まで届けてくれないか。契約の内容としては、そこにある貨物コンテナ2つを港に届けることなのだ。距離は近いが貨物を乗せるのが大変そうだな。慣れてはいないがクレーンでなんとかやってみますか。それでは頑張ってなのだ。使うトラックはホワイトウェスタンスター4964。このアラスカで救助車両として活躍してくれてたトラックだな。名誉ある車両ですね。その状況にならない方がいいんだがな。漁師トレーラーストアでトレーラー購入しますかね。今回は何を使用するんだ。本契約で運搬する貨物は1つにつき2スロット必要なんだよな。順当に行けば4スロットなんだが、4スロットトレーラーは貸す。本当のことでも言ってやんなよ。ってことなんでもスロットの煽り付きトレーラーを選抜。煽り付きか。こいつに乗っけて運搬するぜ。ということで現場に到着しました。桟橋の左右に落ちている感じなのね。うまいこと桟橋に車輪を乗せないとな。それから回収をしましょう。ずれてない。踏み外してる。気づいたら下がるんだよ。よし、次こそしっかり桟橋に。よし、次こそしっかり桟橋に乗り上げます。ある種の才能だよね。この桟橋乗り上げにくすぎる。ですがなんとかたどり着きました。ここからは私のターンです。だけど煽り付きなんだよな。え、なんか問題あるのかい。煽り付きってクレーンと相性悪いんだよ。まあ慣れてればそうじゃないんだけどね。運ぶだけなら煽り付きは安定してくれるんだけど、手動で貨物を乗せるってなると煽りがクソ邪魔なんだよね。つまり私は自主的に難易度を上げたと。まあそう捉えても差し支えないかと。なんてこった。乗らねえ。この貨物結構重いんだよな。奥に乗せたいんだけどこれ以上伸びない。こういう時どうしたらいいんだ。センスに任せるしかない。そんなセンスねえよ。とりあえず持ち上げて。よし、これで一回置いておこうか。貨物固定に任せるつもりだな。私はこれが限界かもしれない。ってことで貨物固定一番面倒な位置に収まった。え、ただ乗せるだけなのになんでこれこんなむずいん。クレーンは奥が深いのさ。ちょっと待って、これどうしようかな。なんなん、下手くそう。難しすぎるだろこれマジで。とりあえず一回乗っけて。こいつも無理やり乗っけてやる。貨物固定失敗しそう。貨物固定。あ、なんかめっちゃうまくいった。なんでなんだ。よっしゃ、これで納品するだけだな。いやー、どうなることかと思ったぜ。どうにもならないと思ったのに。私は一生終わらんかと思った。だけど積載さえしてしまえば安定だな。さすが煽り付きトレーラー。港まで距離も近いしな。舗装路走るだけだからもう満杯。っていうことで港まで到着しました。とそこに納品してこの契約は完遂だな。ほいほい、お疲れさん。この工具がなかったら何もできないところだったよ。もちろん金銭的にも大きな痛手となっていた。君のおかげで救われたよ。ありがとう。どういたしましてだぜ。さあ次の契約だ。次にやっていく契約はこれだな。紛失したチューブ。やあ、やあ、ロバートだ。大規模なパイプラインを新たに建設中なんだが、下請け会社がパイプの一部を紛失した。またなのか。そいつを回収してきてくれるかい。契約の内容としては、そこに落ちてるパイプ代を掘削現場に届けることなのだ。これ紛失したって嘘だろ。距離は近いからいいじゃないか。デカ目と鼻の先やんけ。自分で見つけなさいよマジで。それでは頑張ってなのだ。さっきの契約の続きだから煽り付き5スロットで行くぜ。貨物乗せる契約だからまた大変そうだな。まあなんとかなるさ。今からこれ片付けて新しいトレーラー引っ張る方がめんどい。まあそれはわからんでもない。ってことで見えてきましたね。ここが紛失現場ですか。落としたとかならまだわかるんだけどね。紛失って言われると嘘だよねってなるよこれ絶対。パイプ台だもんな。よし行くぞ。ずいぶん無理やり乗り上げるんだな。クレーン届かないから仕方ないね。よし、ここまで来れば大丈夫でしょう。さあ今回は無事に積載できるのか。自分から言うんですね。位置的には全然余裕そうなんだけどね。角度もまあ良さそうだな。でもパイプ台ってやっぱでかいな。丸っこいからコンテナより積載しやすい気がするんだけどな。よっしゃ、持ち上がったと。あとはこれを。これで乗せられないですかね。まだ引っかかってるな。これ以上伸ばすとクレーン持っていかれるんだよな。重いから仕方ないですね。これで貨物固定できないかな。結局そこに頼るんかい。使えるものは使っていきましょう。よし、では貨物固定。もっとしっかり乗せろってさ。SN。煽り付きだから仕方ないね。普通に少し持ち上げたら角度変えられた。おん、そっか。よしよし、これで文句ないだろ。貨物固定成功。すごい車体動いたけどやっぱりこいつ相当重いんだな。まあ見た目通りって感じだよな。よし、そんじゃ納品場所に向かうは。え、何どうしたの。 U ターンしてから積み込めばよかった。こいつせいな。でそれどうするんですか。いや、どこかで U ターンして戻るしかねえ。どっかあるか。とりあえず前に進まないとだが。あの電柱とかいいんじゃない。あ、確かにあそこは広そうだな。よっしゃ、目星はついた。そんじゃまずここから降りないとな。
少しとりあえずこれでいいだろう。いやー、Uターンしてから積載するのは盲点だった。私もすっぽ抜けてたぞ。落ちてる貨物を積載して納品するって契約あんましないからな。どっちかというとスイカの専門。確かにそうかもしれない。ムムッ、足を取られてしまった。しかしこういう時は周囲にある木にウィンチをつなげればいい。だいぶ心もとない気しかないけど。いや、一本くらい引っ張ってくれるでしょ。分かりきってたことでしょうに。素直に一回戻ります。森林破壊しただけだったな。おし U ターン成功。すっごい角度決まってるけど。こんなの誤差でしょ。何はともあれ、あとはまっすぐ行くだけ。一箇所不安な道があるが、それ以外は大丈夫なはずだ。その不安な道とはどこですか？あそこはスイカも一回横転したことなかったっけ？え、そんな道あったっけか。確か5スロットで横転してたよ。ここなんだけどさ。思い出したわ。目的地まで根と花の先ってところでこけたんだった。なんかそういうこと多いな私。まあとは移動するだけですね。目的地まで到着して納品。いやー、今回はスムーズだぜ。見つけたのか？そいつは素晴らしい。代わりに注文をしていたら何週間もかかっていただろう。ありがとう。いや、あそこに落ちてましたけど。変なこと言うな、面倒くさくなるぞ。よし、じゃあ最後の契約いくか。ってことで締めの契約はこれだな。無駄は禁物。やあ、ミッチだ。数ヶ月前にノアという男が家族を連れて街を出て行った時にトラックを放置していった。何してんねんそいつ。それを俺のところまで届けてくれるか。契約の内容としてはインターナショナルロードスターを丘の上の家に届けることなのだ。契約の内容は兼任。大して難しい契約でもないし距離も近い。時間が押しているので早く行くのだ。うっす。それでは頑張ってなのだ。とりあえず納品場所まで来たぜ。今回は AMK の上位互換か。久しぶりだなシビリアン。今回はスピード重視で馬力のあるこいつに来てもらったぜ。その代わり横転は許されない。まあ、復帰とかできないからな。だがパワーでそれを解決します。まあ転ばなければいい話だが。とりあえず目的地までさっさと向かっちゃいましょうね。道は結構細いし桟橋もあるのか気をつけろよ。桟橋だけ気をつければいいかな。ってことで目的の車発見。それにしてもなんで車を放置したんだ。その辺の説明はなかったな。古い車だし廃車にするのも金がいるし。ってことで放置したんじゃない。普通にありそうな理由やめて。そんじゃウィンチで接続して引っ張っていきます。燃料も結構残ってんだなそれ。今度兼任契約するときはこれも全部抜いてやろうかな。する前に抜けば次の契約の足しにもなるしな。悪い話してる。してないと思うぞ。とそんなこんなで目的地に到着だ。最後ってこともあってめちゃくちゃ余裕な契約だったな。このトラックは俺の農場で使えば大いに活躍できるだろう。感謝するよ。お前このトラック狙ってたのか。闇を暴くな。ということで今回はここまで。もう少しできたのになとは終わりそう。それでは次回のお楽しみ。バイバイなのだん。